face competition to find out, place isolation to find out, increase the seek out, survive and high, rivals rise inside, reflection exam to climb up, team wisdom and multiply up, excel conditions get higher, bearing is tearing the heavy to rise, uncanny planning walking something slight, advance and race and tries and amplify, yeah, intentions lead, the fire, igniting at you. ごきげんよう、ウルトラマンたち。素敵な音楽、きらびやかな2分、立ってもいられません。久々、私と踊りましょう。 Why have you been afraid all day night? Days clustered, faded and confined. Written on the outside, train is leaving us blind. Seeming past the noise, bury the eyeless and mannequinized. あなたまで現れ、世界中のみんな、俺の名前知ってるかい？ アシスタント MC の武田彩里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速行ってみましょうか。はい、はい、さて、この番組は5月11日よりネットフリックスにて待望のファイナルシーズン全世界配信がスタートしたアニメウルトラマンのキャスト、そして主題歌アーティストの皆様をお迎えするトークあり、バトルあり、ライブありの、まさにウルトラな超豪華配信イベントです。後日字幕付きのアーカイブが海外のウルトラマンシリーズファンの皆様のための公式ポータルサイト、ウルトラマンコネクション .com を中心に全世界公開されます。ぜひ字幕付きのアーカイブをご覧の皆さんもたっぷり楽しんでいってください。はい、さあコメント欄の方もね、早速盛り上がっているかと思いますけれども、はい、すごい自然な形でジャックスーツともうアダトが相当出てきましたよね。出てきましたね、はい、初登場のはずなんですね。そうですよね、もう皆さんもう興奮冷めやらぬっていうところだと思います、はい、びっくりしましたね、江戸っぽい人が
ジャックと戦ってましたけどもうバリバリ戦ってました、はい、さあ皆さんファイナルシーズンの方はねもうご覧いただきましたでしょうか。本当にね素晴らしい、作品になったわけですけれども、まあ、はい、今日もね、素晴らしいイベントをお送りしていきたいと思います。はい、なお本日のイベントではファイナルシーズンにまつわるお話もキャストの皆さんにお伺いしてまいります。ファイナルシーズンのネタバレも飛び出しますのでまだご覧になってない皆様はご了承くださいませ。はい、まあウルトラマンはですねネタバレを聞いたからといって魅力が半減するようなことは一切ございませんので皆さん今日はね、はい、存分に楽しんでいただきたいと思います。さあそしてですねこの番組のキービジュアルにも載っている通り先ほどオープニングアクトを見せていただきました、リオさんをはじめとするノイリオンそしてボイドコーズ、そしてミヤビさんのライブパフォーマンスもございますね。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。トークもライブステージも盛りだくさんの1時間一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ番組を見ながら配信のコメント欄そして SNS でも感想をお届けください。なおツイッターで投稿をされる際はハッシュタグウルトラマンをつけて感想どっちどしお待ちしております。アルファベットでもカタカナでも大丈夫です。はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそれでは早速ではございますがゲストの皆様にご登場いただきたいと思います。それでは紹介の方をお願いします。はい、早田慎二郎役木村良平さん、諸星弾役江口拓也さん、北斗誠二役韓めぐみさん、東光太郎役前野智明さん、佐山玲奈役諸星すみれさん、ありがとうございます。ではまず一言ずつ皆様からご挨拶をいただきたいと思います。では木村さんからお願いします。最高でしたね楽しかったこれから自分がここに登場するのかと思うと今ってなるぐらいなんかめちゃくちゃ熱いステージ最高でした。残りの時間も楽しんでいきましょう。早田慎二郎役木村良平です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続きまして江口さんお願いします。はい、諸星弾役の江口拓也です。本日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。では続きましてハンさん。いや本当にウルトラ素晴らしかった北斗誠二役の韓めぐみです。ファイナルシーズン始まってすぐ会えるなんて嬉しいです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて前野さん。いやコスモミラクル光線並みに素晴らしかったですねはい、東光太郎の声を担当しております前野智明です。これからもね皆さんと一緒に楽しいトークをたくさんしていければと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして諸星さんお願いします。はい、本当にかっこよくて胸がいっぱいです。佐山玲奈役の諸星すみれです。今日はよろしくお願いします。はい、皆様ありがとうございました。ちなみに今日、こちらですね皆様にはこの番組のキービジュアル T シャツを着ていただいております。はい、こちらでございますね。はい、なんとですねこちらは日本とアメリカ限定で Amazon ウェブサイトで購入が可能となっておりますので、こちら販売期間は6月2日までとなっておりますので詳しくは番組の概要欄をチェックしていただきたいと思います。はい、では皆様どうぞお座りください。はい、いや本当に先ほどのライブステージ素晴らしかったですね。うん、かっこよかったですね。でもなんかかっこいいとか楽しいとかもあったんだけど、出てきましたね、ついにねね、ジャックジャックが、そしてシレットを戦うエドのような人そしてそしてアダドゥもね、アダドさんもアダドゥいつの間にいやかっこよかったですね。初出し情報がたくさんありましたねいきなりね。そうなんですよ、もうちょっとシレットをやりすぎだからもうちょっとちゃんとやった方がよかったんじゃないかという気も全然もないですけどもね。サプライズでしたね。はい、皆さんに楽しんでいただけたと思うんですけれども、さあここからは皆さんと一緒にですねアニメウルトラマンについて語っていきたいと思います。はい、去年のシーズン2のイベントもね皆様覚えてらっしゃるかと思いますけれども、その時はなんかこの辺になんかパソコンとデータディスクみたいなのがあったんですけど、今日はないということで今回はもうちょいストレートな感じですよね武田さん。はい、はい、今回のアニメウルトラマンは
いよいよファイナルシーズンということで、皆さんにはファイナルの頭文字アルファベットの F から始まる3つのテーマをもとにたくさん作品の魅力を語っていただきたいと思います。はい、はい、では早速行ってみたいと思います。最初のテーマはこちら、ウルトラフィニッシュです。おさあ、ウルトラフィニッシュ、フィニッシュとは何でしょうか、これは。はい、フィニッシュとはズバリ必殺技です。アニメウルトラマンには様々な魅力がありますが、中でも彼らの必殺技の数々は新しいスーツが登場するたびに注目されてきましたよね。はい、そこで皆さんにはあらかじめ作品の中から好きなフィニッシュムーブ、必殺技を選んでいただきました。その映像を見ながら今回はそのね、たくさん魅力を振り返っていただこうと思います。なるほど。さあでは早速行ってみたいと思います。どんな技が飛び出すのか。まず最初のウルトラフィニッシュは、では木村さん。はい、はい、木村さんから行ってみたいと思います。それでは振りの方をお願いいたします。僕が選んだフィニッシュはこちらです。どうぞ。Shinjiro君、ヒデさん、左手首のコネクタに右手首の制御ユニット覚えてますか皆さん。ここですね。いや、もうもちろんですよ。ちょっとここパッと見てね、あれどこだったかなっていう人はちょっと頭からもう一回見ていただきたいです。そしたらすぐわかりますね。どうしたらすぐわかる、割と早い段階で。あれやり慣れてないはずなのに様になってる。危ない、危ない、怖い、どうした。誰の声受けた。あれ今受けた人が。私受けちゃった。はい、ご覧いただきましたのはシーズン1第2話よりウルトラマンのスペシウム光線でした。はい、木村さん、こちらが。いや、ま、もうだってスペシウム光線撃つってね。うん、そうですよね。もうここよ本当に。まあ、だってある意味日本で一番有名な必殺技の一つだと思うし、確かにそれをね、等身大の人間である彼がそして自分の CV として打つ瞬間っていうのは、しかもシチュエーション的な盛り上がりもやっぱすごいじゃないですか。こうなかなかね、急に戦いに巻き込まれていく中で、こうだんだんね、こう右も左もわからないまま、そうそうそう。ただ納得いかないのは、あの僕初めてスペシウム光線ポーズ取った時あんな決まらなかったんですよ。あいつなんだろうね。そう、やっぱ遺伝子が、遺伝子よ、やっぱり。ウルトラ遺伝子です。ウルトラ遺伝子によってこう、うん、これかなっつってこう刻まれてるんだ。なるほど、なるほど。俺にはなかった遺伝子が。あるでしょ。いや、やっぱりね、自分でも感動したし、皆さんにもやっぱあれを見て改めて、あ、これはウルトラマンだなって多分感じていただけるシーンだとも思うので、やっぱり一番印象的な最初だからこそのフィニッシュ。なるほど、はい、いや本当にね、初めてこう光線をこうちょっと下がるっていうね、あれが、うん、あのギミックがね、そうなんですよ、いいですよね、はいはいはい、そう普通だとそのままなんですけどね、綺麗にこう行ってからのこう、こうね、わかる、皆さんやると気をつけてください、こういいんだよ、全然これでもいいんだけど、ちょっとこうすることによって、そうそう、指がちょっと違うやん、そうそうそう、らしく見える、ちょっと、うん、ちょっと、なるほど、スペシウム感増すんで、打つときはぜひ。アニメウルトラマンのスペシウムをやるときはちょっと腕をね、こう、あ、指が、指を曲げて、指をちょっとやるとよりリアルな感じになりますから、貴重なレクチャーや、はい、なるほど、ありがとうございます。さあ、続いてのじゃあフィニッシュの方行ってみたいと思うんですけれども、続いてのフィニッシュは江口さん。はい。テンション高いね、急にカメラね、あっちだよ、急に、はい、あれだ、あれ、そうそうそう、はい、はい、あっち、はい、どっち、あれだ、はい、では、はい、エクさん振りの方をお願いしたいと思います。僕が選んだフィニッシュはこちらです。どうぞ。あー、あー、これね、もう皆様記憶に新しいんじゃないかというところでございますけれども、うわ、はい、これかっこいい、いや、あ、切れちゃうんだもんな。セット、あー、あの巨大なね、うわー、わー、はい、ご覧いただきましたのはファイナルシーズン第11話よりセブンのワイドショットでした。はい、さあ江口さん、これは、はい、諸星ダンさんはですね、あの異世界、あ、じゃあ異星人絶対許さないマンなんですよ。そうね、だからもう断るごとに抹殺してきたんですけれども、うん、数々の異星人を最終的にあんなえげつない装備になってくるって、どれだけ許さないんだっていうね。そう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 、ゼットンのあの大きさにも対応して、うん、腕ちょん切ってしまいましたからね。しかも飛べてますからね今回。いや、もう飛んだりね、でっかいの出したり、そうそうそう、ビーム出したりとか、もう
どんだけ許さないんだっていうこれでもう人型のね同じぐらいの異星人と対峙した日にはもうあんなソード出された日にはもう穴風穴開いちゃいますからね。ひとたまりもないんだろうなっていうのをすごい感じましたねあれがだからワイドショットなんですよね、確かね、はい、ワイドショットですね。これがワイドショットなんですね。まあセブンといえばワイドショット、ワイドショットね、いう技なんですけど、光線技でしたけどね。そう、はい、すごいですよね。だから飛べる、弾丸というか要するにビームが打てる、はい、旦那だけに、そう、弾丸そして人を切ることもできる、はい、アイスラッカーもありますもんね、標準装備でね。ありますね、シーズン2で投げてましたし、アイスラッカーは手裏剣みたいなやつが使うこともね、ありましたね、やってましたね。なのでファイナルでここまで進化したぞという考えたんでしょうね、シーズン2のラストでね、はい、ちょっと刀ではリーチがみたいな、ね、ちょっと届かないなみたいな、機動力とリーチがねやられるぞっていうところで苦悩の中あれを導き出したんだろうなっていうね俺もビーム欲しいなみたいなね最強かよみんな結構ね弾飛ばしてるからわがまま言ったんでしょうね作ってくれと江戸とかみんなに、うん、ちょっと俺にもっつってね、はい、家督隊パワーですね、家督隊パワーね、うんうん、素晴らしい科学力でございます、はい、科学力でありがとうございますさあ、それではどんどんいきましょう。続いてのウルトラフィニッシュはハンさん。はい、はい、ではハンさんに、振りの方をお願いしたいと思います。はい、それでは私が選んだのはこのフィニッシュです。どうぞ。ああ、はい、ここか。ファーストシーズンとも悩んだんですけど、ちょっとここを見たかったっていう。もう刺されちゃってるところからだったんですね、この映像ね。うわー、悔しい。はい、そうなんですよ。ファイナルシーズンじゃない、ファーストシーズンでは切り札として一番最後にエースキラーにぶっ放したあの技をここで積み重ねてきて、あそこでボンって打ち込むあの一撃が私はすごく好きで、うんうん、シーズン2はやっぱりマーヤとの掛け合いが一番多かったもので、こう互いに背中を合わせながら戦うっていうところではすごく印象に残ってたシーンではありましたね。はい、うん、こちらが、シーズン2の第5話ですかね。はい、はい、そうですね、はいはい、うん、ファイナルのシーズン2の1個手前ですね、うん、最終回1個手前を選びました、はい、いや、なんかこうマーヤとの関係性はなかなか、そうなんですよ、面白いというかいい雰囲気なところもあったりして、そうなんですよ。実はね、マーヤ仇ではあったんですけど、やっぱり進次郎からマーヤを頼むって言われたあの北斗の関係性も好きですし、でもまあ守りきれなかったっていう悔しさはあるんですけど、うん、そこもでも含めてなんか北斗のこうなんだろうな、成長とまだまだ未熟で一人では守りきれないっていうところも含めて好きだなと思ってこのシーンを選びました。なるほど、はい、まあね、あのファイナルまで見ていただければね。そうなんです、ちょっと救いがね、ファイナルの最後の方まで見ていただけるとね、いろいろ、うん、はい、みたいな、ね、種明かしがあるんですけどね、そうそう、実はみたいな、そうそう、いろいろありますんでね、はい、ぜひ皆さんもね、この配信が終わったらぜひじっくり見ていただきたいと思いますけれども、はい、さあでは続いてのウルトラフィニッシュのどんどん行ってみたいと思いますが、続いてのウルトラフィニッシュは前野さん。はい、じゃあ前野さんにじゃあフィニッシュの振りをお願いしたいと思います。はい、お願いします。私が選んだフィニッシュのシーンはこちらです。どんな奴に来るぞ。地球を好き勝手にさせるわけにはいかないんだ。来るぞ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 から結構ありましたね。おいおい、来るぞ、来ちゃうぞ、来ちゃうぞ、いいのか、いいのか、それを使うとお前は、ああ、まずいまずい、任せたぞ、まずいまずいまずい、これははずすぎる、まずすぎる、これはああ、いいところだ、はい、はい、ご覧いただきましたのはシーズン2第6話よりタロのダイナマイトでした。はい、マリさん、こちらは、いや、やはりタロといえばあの技の代名詞の一つにね、まあ、ウルトラダイナマイトという技がね、ストリーム光線と同じぐらい有名な技があの特撮の方でもあるんですけれども、はいはいはい、それを彷彿とさせるような素敵な技だなというところで、ウルトラダイナマイトってでもすごく自身にも代償がある技と言われてまして、そうですね、太郎が2回それを使うと20年寿命が縮むというね、そういう話もあるんですよ、はい、特撮版の方では、ウルトラマン の、 あのワープよりもワープほどは寿命が縮まないけれども、ね、結構寿命がね、2回使うと20年ぐらい寿命縮むんですよ。なんてこった、
20年ですよ。あれ人間だったらもうすぐ死んでしまいますけど、ね、でもまあ20万歳ぐらいまで寿命があると言われてるので我々人間で換算すると3日ぐらいらしいんですけれども、でもそれぐらいやっぱ自身を犠牲にして放つ大技だというところでやっぱシーンにさせていただきましたね。本編だとね、一回爆発して粒子化した後にもう一回戻ってくるっていう。そうなんです、ウルトラ心臓が無事だったら復元できるという設定がありまして。マルさん詳しいですね、さすが。僕太郎はたくさん見てるんでね。本家の太郎の方もね、ウルトラダイナマイトで爆発するシーンっていうのがね、あったりするんで、それを彷彿とさせるシーンでしたね。はい、まあ、シーズン2からね、太郎も参戦ということで、はい、まあ最初は炎状態から。そうなんですよ、スーツ状態になり、スーツで力を抑え込んでもらってるみたいな状態からスーツと出会ったんですけれども、そう、2人ね、他の皆さんとは逆なんですよね。そうなんですよ、力を抑えるためにスーツを着てるという、うん、またジャックとね、シーズン2の序盤で出会って、そこからいろんなことからスーツを勝手に持ち出して、自分のものにするわけなんですけれども、まあでもファイナルシーズンご覧いただいた方は分かると思うんですけど、かなり孝太郎も太郎も人間として選手として成長している部分が描かれているんで、ぜひファイナルシーズンの方での活躍も見ていただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いていってみたいと思います。続いてのウルトラフィニッシュはこの方でございます。諸星さん、はい、はい、では振りの方をお願いいたします。はい、私が選んだシーンはこちらです。はい、始まりました。始まりました。さあ始まりました、皆さん。どうしたどうした。ウルトラマンですよこれは。始まった瞬間、あれ違う番組だみたいな。そう、こんなに可愛い変身ありますか。別作品のなんかなんかちょっと懐かしさもある感じ。ある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 。安心感させる。あら可愛い、リボンから生まれた。ええ、まさか。そうでしょ、最後はちゃんとイエイ。すごい、なんか日朝みたいだな。やめろ、我慢してたのに。ほらほら。はい、というわけでございまして、こちらですね、こちらの方が、タカさん、はい、ご覧いただきましたのはファイナルシーズン第7話よりマリーの変身でした。はい、素晴らしい。ついにね、もう大好きですこのシーン。すごいね。まさか自分がスーツを着てウルトラマンに、自分がって違うか、私じゃないか、レナがウルトラマンになれる日が来るなんて思ってなかったですし、いざ見てみたらこんなに可愛い変身番号を作っていただいて、私はもう3シーズン通してやってきて、ここが本当に一番の衝撃でしたし、もう必殺技並みの可愛さだなと思って。そうですね、はい、魔法を使えそうな感じのね。魔法少女感は否めないですが、でもね、はい、バリアというね武器を使ってね、自分の技があるからね。この後の異星人との戦いも初めてとは思えないぐらいの実力を発揮しておりまして、ぜひそちらも見ていただきたいなと思います。もう完全にヤプールの趣味なんじゃないかっていう俺を見た瞬間。スーツ、スーツはな、でもサイズまでバッチリだしな。そうそうそう、そうなんですよね。お父さんいい仕事をしてるってことですね。あ、そう、うちの親父いい仕事してるんですよ。ありがとうございます。完璧な仕事でございましたけど、はい、はい、というわけでございましてね、本当に素晴らしいフィニッシュをたくさんご覧いただきました。ぜひ皆さんもですね、改めて、シーズン1、シーズン2、そしてファイナルと、ね、ご自身の目で、フィニッシュの方、見届けていただきたいと思います。以上、ウルトラフィニッシュのコーナーでした。ありがとうございました。さあ、続きましてどんどんいきましょう。次のテーマにいきましょう。次のテーマはこちらです。どうぞ。ウルトラフィーバーです。フィーバー、ウルトラフィーバー、フィーバー、ほう、まあ、F ですが、これは何を話すんでしょうか。はい、フィーバーとはズバリ熱中すること、うん、アニメウルトラマンは作品やイベントだけではなく、スマートフォンアプリ、フィギュア、アパレルなどなど、日本に限らず世界中でさまざまなコラボレーションが生まれています。おい、今日はその熱気をこのスタジオから世界中のファンの皆様に向けてお届けいただきたいと思います。おー、なるほど。届けるというのはこれは一体どういう。はい、このコーナーではゲストの皆さんからアニメウルトラマンにまつわるグッズを紹介いただきたいと思います。なるほど、はい、なるほど。なかなか強引っちゃ強引ですが、まあ皆さん楽しんでいただいて、フィーバー、はい、あの
グッズ紹介ですね。そうですね、はい、だってね、やめなさい、ちゃんと言うのは。だってもう楽しみが見切れてるじゃないですか、もう、ね、両袖にありますもん ね、今まで触れてきませんでしたが、あの皆さんのね、左右の方にはグッズでございますので、こちらを踏まえて、まあ皆さんがね、あの今着てらっしゃる T シャツも踏まえて、はい、こちらの方も紹介していきたいと思います。今皆さんの方にはですね、ちょっとお手元の方に資料の方をご用意してます、はい、ウルトラな、はい、ウルトラな資料を、ウルトラ資料が、はい、ウルトラ資料これですか、家督隊で使ってるバインダー、もちろんです、あーすごい、なんか光栄です。なるほどなるほど、家督隊では標準装備、すごい、なんか普通のバインダーなのに愛おしく思えてくる。そうですよ、うん、リアルです。違います、もちろん家督隊印でございますから、炙り出しになってますから大丈夫です。どうですか、はい、さあそれではですね、早速、ウルトラフィーバーしていきたいと思うんですけれども、まずはハンさん、はい、ハンさんにウルトラフィーバーしていただきたいと思います。はい、そしたら、それではいきましょう。ハンさんからご紹介いただくのはこちらです。はい、アクションフィギュアブランド SH フィギュアーズよりウルトラマンスーツエースジアニメーションがついに登場、待ってました。はい、劇中のエース同様、必殺技のバーチカルギロチンを再現できる交換用アイテムが多数付属、可動域にもこだわった造形で劇中のさまざまなシーンの再現が可能です。価格は税込み7200円でいいの？はい、予約開始はいいんです、予約開始はなんと明日5月22日月曜16時より魂ウェブ商店にてスタートいたします。すでに発売や発表がされているウルトラマン、セブン、タロウ、ジャック、そして今回発表されたエース、さらにはスタジオに展示されているゾフィーも、お早く6兄弟を手元に揃えたいですね。ぜひチェックしてくださいということで、はい、ちょっと私移動していいですか。どうぞどうぞ、はい、どうぞ、近くで、ここにある、どうぞ近くで見ちゃってください。一言だけ、あのお触りだけは、お触りは、お触り禁止ですか。お触りは、すいません、ちょっと本日はお触りは禁止という流れで、まあ、じゃあ、あの存分に見ていただいて大丈夫ですか。じゃあもう手に入れて触るということにしますね。そうなんです、いいですね、別料金です。あ、やめなさい、お金払えばいいんですか。やめなさい、買えば、買えば、両方、両方、買えばいいですか、買えばいいですか、買えばいい、両方にいただければお触り、料金を出すのは、あの商品を買う時にお願いします。どうですか、ご覧になってみて。すごいアニメカラーリングというか、質感もまたちょっと今までのものと違って、この赤がいいですね。あ、また赤がいいのと、なんかスーツの特にエース、このなんつうんでしょう、内もものスーツのシワがめっちゃいい。細かい、細かい、細かい、やっぱり、ね、先生、まあね、あの太郎とかね、あのセブンに比べるとエースはちょっとあの流線形というか、そうです ね、うん、個人のスーツっていう感じもあるので、ね、やっぱり、うんうん、あ、ぶつかっちゃった、はい、ぶつかっちゃった事故が起きた。でもやっぱりこの再現が多分いろんな手のパーツとかもあるんで、実際のアニメーションのポーズが再現可能になっているのではないかと思います、うん、ジャックも素晴らしい、ね、あ、そっか、ポーズ、ね、ポーズ固定じゃないんだもん、これ僕 もちろんです、自分の好きなポーズをとって、うん、飾っていただくことが可能でございます。これ僕も飾ってますけど、はい、可動部分が意外とあの大きく多くて、結構いろんなポーズできますね。結構つま先とかも曲がる仕様になってるんで、うん、いろんな姿で楽しめることができます、はい、はい。ぜひ皆さんチェックしてください。ハンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあ続いてどんどん行ってみたいと思います。続いて、フィーバーしていただくのは前野さん。はい、はい、前野さんにフィーバーしていただきたいと思います。はい、前野さんからご紹介いただくのはこちらです。江口さん映ってるけど、人気声優江口拓也さんの等身大1分の1フィギュアを限定受注生産81万円で事務所から そうではございません。あ、ございません。そうではなく、江口さんが着てらっしゃる T シャツがヒントでございます。はい、はい、前野さん、改めまして、はい、 こちらですね、こちらが商品になります。お願いします。はい、SNS を中心に爆発的人気を誇るアパレルブランド FR2 とのコラボが帰ってきました。ウルトラマンファイナルシーズンの配信を記念しまして、第2弾となるコラボレーションアイテムを6月3日土曜日より発売いたします。今回のラインナップは各キャラクターにフォーカスを当てまして、リフレクタープリントや完全別注のワッペンや背面ネームなど、ファイナルシーズンにふさわしい限定デザインの T シャツに仕上がっております。街でよく見かけるあのうさぎマークのブランドとのコラボレーション、ぜひチェックしてみてくださ い。アパレル情報は実はまだまだございます。はい、続いてはこちらです。はい、話題の新サービスグッズラック、
ファンの方が自由に絵柄やデザインを組み合わせることができる新しいグッズストアとウルトラマンがコラボレーションしました。ほう。今回ご用意したのはアイテムはプリント T シャツ。今回ご用意したアイテムはプリント T シャツでございまして、5種類のフレームから選択し、中に入れる絵柄は本編映像から、よりすぐりの名場面をユーザーが自由にセレクトできるという仕組みです。本日20時よりスタートしております。ぜひグッズラックで検索してみてください。はい、前田さんありがとうございました。はい、こちら江口さんが今着てるのが FR2 の T シャツ。かっこいいよね、これ。そうなんです。真ん中にスペシウムキルズって書いてあるね。すごい。スペシウム殺し。いやもう。かっこいい。これちょうどしかも、あの、あれですね、ウサギのちょうどマークも実はついてますね。これもあのウルトラ模様のウサギマーク。本当だ、ウルトラ仕様になってる。はい、こうおしゃれですね。本当この目のところに伏せてるのが素晴らしい格好いいですね。はい、さあそして、前野さんの方がグッズラック、はい、こちらですかね。これは絵の方は今こう悪人同盟みたいなそういう絵柄にね今なってますけども、今5人ヒールズな感じですか。ヒールズ、はい、確かにそうですね。ヒールズじゃなくヒールズがバレるヒールズ、ね、まあこれでも本編映像からえりすぐりの名場面を皆さんが自由にセレクトできるというね、うん、いやいいですね、素晴らしい。先ほどのあの資料の方にもございましたけども、はい、これもあの要するにまああの今回は悪人の方ですけれども、ウルトラマンたちの絵の方も選べるという形になっておりますので、すごい、はい、でも本当に自分だけのグッズをね、探して作っていただきたいと思います。はい、さあ続いていってみたいと思います。続きましては木村さん、はい、じゃ木村さんにフィーバーしていただきたいと思います。では木村さんからご紹介いただくのはこちらです。はい、まずはですね、原作漫画の書き下ろし設定画などがふんだんに詰まったウルトラマンアートワークスが5月29日に発売と。作家によるデザイン制作秘話やファン必見の C タイプスーツ、そしてゼットンスーツの設定画も初公開。はあ、フルカラーページで送る永久保存版です。ぜひチェックしてください。もう面白いもいっぱい、もワクワクすると思うんでね、皆さん見ていただきたい。そして続いてはこちらです。はい、現在アニメウルトラマンシーズン2のブルーレイボックスが好評予約受付中です。全6話収録のほか特典としてシーズン2で大活躍した太郎について語り尽くすメイキングインタビューなど、豪華特典映像が収録されています。さらにですね、原作の清水&下口先生による新規書き下ろしも盛りだくさんと、太郎スーツの装着シーンを切り取った至極のパッケージイラストもこれ見えたやつですね。かっこいいこれ、かっこいいよね。そしてアニメオリジナルキャラクターワドラン星人マーヤが活躍する書き下ろし漫画なんだって。きたマーヤに反応するな。読んだっすよ、さっき読んだの。もうなんで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 、私も読みたい。かわいかった、かわいかった、かわいかった。見どころ満載ですよ、かわいかった、出る出る。はい、こちら7月28日金曜日に発売予定ですので、ぜひ各販売サイトにてチェックしてください。はい、木村さんありがとうございました。さあそんなわけで先ほどお話しいただいた、ブルーレイボックス、あ、そこにあるな。あ、あるよ、OK、あら、それよ、それ。こちら、かっこいい。ちゃんと見せろ。ちゃんと見せろ、みんな、俺。ちょっと待って、じゃあ。じゃあ、こっちもどうかな。そして、あ、これは何、これはあ、例のやつ。なんでよ、例のやつ。かわいい。あ、超かわいい。ちょっと、はんちゃんに見せてあげてもいいんじゃない、その漫画の方が。ちょっと、見てごらん。ちょっとだけだよ。嘘こけよ。待って、無理、すごい素晴らしいです。ありがとうございます。かわいい、気になる。ファンめぐみになってるじゃないか。素晴らしいですね。これ見たかったし、これいつか声付きで見たいね。気になる、超気になる。こんな表情とかなかなかさ。いや、もう止まらんですね。ちょっと待ってよ、お前ら。いやいや、配信してるんだよ。そうだよ。でも楽しみになりますでしょ、皆さん。ちょっと見せてくれよ。お兄さん。じゃあ、みんな1ページずつぐらいにしてよ。ちょっと、ちょっとですね。いやいや、そう。やばい、一番じゃん。これやばい。これやばい。これやばい。そうでしょ、やばい、そんなやばい、やばい、そう、じゃあちょっと一応、ああ、江口くんも見る、以上、一応。いやでも、ね、そんな騒ぎすぎですよ。うわー、そんな騒ぎ、そんなシーンあるわけないでしょ。みんな大好き、マーヤとか。おー、おー、待って。あ
ありがとうございます。でもその気持ちわからなくもない。そうなるよ。いやしかもみんな最後のページから見てんだもん。見ちゃ最後だけ見ちゃダメなんです。いいですね。ね、うん、ぜひこれね、はい、皆様には、はい、自らの目で見ていただきたい。そうですね。ね、お手に取って、はい、見ていただきたいと思います。必見ですね。はい、ぜひぜひ、チェックしてください。ありがとうございました。さあでは続きましては江口さん。はい。江口さんにフィーバーしていただきたいと思います。はい、はい、ちょっとシンプルな慣れ言ですけれどもね、はい、はい、そんなわけでございまして、とはいえ江口さんからご紹介いただくのは本日解禁の最新情報でございますので、はい、ぜひでは、お願いします。なんとあのゲームとのコラボが決まりました。まずはこの映像をご覧ください。改めてご紹介をお願いいたします。はい、大人気バトルロワイヤルゲーム荒野行動とのコラボレーションが決定でございます。わー、ここ日本、そしてアニメウルトラマンが大人気のお隣中国でも今月5月31日から6月13日の期間中、さまざまな限定アイテムが登場します。動画でもあったように、さまざまなコラボ限定アイテムやコラボ限定モードが登場します。ぜひ実際に参加して確かめてみてください。これで見るとどうやらその、なんていうんですかね、まあ側というか、そうですね、そう、もう完全になりながら、あの真ん中の馬の人、セブンアイつけてましたね。つけてましたね。明らかなセブンアイでしたし、うん、まさかのゼロスーツ登場で、うん、ベリアルの武器ですか、ね、え、ちょっとすごいね、いろいろニュージェネレーションも抱き込む形でいきますね。素晴らしいですね。ありがたいです。ありがたいですね。はい、はい、ぜひ皆さんね、皆さんの目で実際にやってみてください。よろしくお願いいたします。エクスさん、ありがとうございました。はい、では最後に、諸星さん、はい、はい、お願いしたいと思います。はい、では諸星さんからご紹介いただくのはこちらです。ハイエンドフィギュアメーカーとして世界的に知られる香港のメーカー30より新アイテムが続々発売です。6分の1スケールフル稼働 LED 発光を搭載したフィギュアシリーズはウルトラマン、セブン、エースに加えゾフィー、タロウ、アダドも間もなくお届けです。そしてあーおーん、新アイテムとして私が演じる佐山レナが装着するマリースーツ、さらにファイナルシーズンでも大活躍したジャックスーツもフィギュア化。さらになんとファイナルシーズンで最後の戦いに登場する新たなウルトラマン、通称 C タイプスーツ、そして最強の敵ゼットンスーツの発売が大決定。詳細は近日公開です。はい、まこさん、ありがとうございました。さあそんなわけで現物がこちらの方に、いやー熱いですよ。いるじゃん、いるやん。よかったら諸星さん、マリー見ていいんですよ。大きいよ。あの、すいません、ただお触りは禁止で。ダメですかこれも。はい、こちらのお金を払ってもダメです。マリーがいやもう出来がいいのよね。すごいね。いやかっこいいですね、ほんと。そしてなんと、で C タイプも、まさか、まさか。よかったらちょっと見ます。これはもうね、ぜひぜひ間近でね、間近でぜひ。まずね、サイズ感の迫力が分かる。これもうスーちゃんと並んで大きさ変わんないんじゃないのってぐらい大きいんですよ。そんなスーちゃん小さい。あれは言い過ぎ。やっぱいい。や、でもマリー可愛い。可愛い。ちゃんと上向いてよかったです。リハの時の話。もともと上向いてましたよ。ね、こうべ垂れてたからね。リハの時はね。まだですね、色はついてないんですけれども、この、うん、C タイプ、そして C、タイプ、ね、Z のスーツ、そして、ジャックも。ね、かっこいい。いや全部揃えたくなっちゃいますね。なるわ、これはここまでね、とこうミートしたい。いや、これはぜひ皆さんね、あの揃えていただいて、はい、これ本当にあの実際持ってみると重量感も結構そうですね、だだ結構重たいんですよ。踏んだけどダメ、持ちたい、怒られるから。持ちたいですね。そうそう、ね、うん、はい、発酵させたいですね。うん、確かに光らせたいね。光らせたいですよね。可動域も結構すごいので、こう見えて、
しっかり、動きますので、ぜひあの皆さんお手に取ってね、ぜひ、お買い上げいただきたいと思います、うん、はい、お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。いや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 、さあ、じゃあ続きましてなんですけど、あ、ウルトラフィーバーのグッズはこれで以上、以上かな。カモン転送。お、あ、え、いや、この声は、おお、よー、あれ、俺にも告知させてもらっていいかな。あ、ジャックだ。え、ジャックさん、喜んで、どうぞどうぞ、あ、どうぞどうぞ、かっけー、ありがとう。初めて。こちらはアニメウルトラマンファイナルシーズンの大ヒットを記念して、7月に俺たちと会えるウルトラなイベントを用意したぜ。おお、何、詳細については、なんだ、おやめろ、レナちゃんのマネージャーさん、頼むわ。かしこまりました。ではご紹介したいと思います。7月9日日曜の夜、東京新宿ピカデリーにて大フィナーレ上映イベントが開催決定いたしました。イエーイ。お、こちらでございます。はい、うん、さあ、普段はなかなか体験できない至極の 5.1 チャンネルサラウンドの大スクリーンでアニメウルトラマンのフィナーレを一緒に見届けましょう。見たかったやつだ。出演は本日ご登壇の木村良平さん、江口拓也さん、はい、ハン恵さん、はい、前野智明さん、はい、諸星すみれさん、はい、そしてジャック役竹内涼太さんでございます。竹内君、はい、当日は出演者の方々と共にさまざまな企画をご用意しておりますので、お楽しみにということで、イベントの詳細そしてチケットの発売は5月28日正午を予定していますので、ぜひアニメウルトラマン公式ツイッターをフォローの上ご参加お願いいたします。7月9日日曜日、ぜひお手元のスケジュールにチェックをお願いいたします。はい、それではジャックさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。かっこいい、かっこいい、かっこいい、大きい、迫力がすごいな。さあ、まあ、というわけでございまして、ジャックがね、せっかくジャックスーツが来ていただいて宣伝もしていただきました。ぜひ7月7日、9日の方までね、楽しんでいきたいと思いますが、うん、さあ、どんどんと行ってみたいと思います。続いてが最後のテーマになります。はい、出た。では最後のテーマ行ってみたいと思います。最後のテーマはこちらです。どうぞ。ウルトラファイナルバトル。ファイナルバトル。では武田さん、説明の方をお願いします。はい、2019年から始まったアニメウルトラマン、全3シーズンにわたって熱い戦いが描かれてきましたね。ここでは各シーズンの最終決戦を改めて振り返っていただきます。もちろんファイナルシーズンの戦いもネタバレ全開で語っていただきたいと思います。はい、ぜひね、皆様に、まあ、当時の収録での思い出だったりとかね、を喋っていただければ、嬉しいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまずはシーズン1のファイナルバトルを、ご覧いただきたいと思います。ご覧ください。どうぞ。やっと全てを理解したよ。迷うことなんて何もなかったんだ。ほんとかっこいいんですよね。小僧、俺がやらないせいで誰かが傷つくなら。ウルトラマンなんでしょ。ゆうこちゃんが笑って暮らせる世界を。ずっとそのままの君でいてね。俺がやればいいだけだったんだ。俺には誰かを守れる力があったのに。俺が守ればいいだけだったのに。なんで俺が地球人ごときにここまで追い詰められる。答えは本当に簡単だったんだ。てめえは一体何なんだ。俺はウルトラマンだ。俺に勝ったやつはいねえんだ。いやー、かっけー。
ご覧いただきましたのはシーズン1よりエースキラーとのファイナルバトルでした。はい、さあハンさん、はい、かっこいいですねあれね、いやたまらないですね。みんなだってなんかコメントするかと思ったらすげえみんな改めて、いやもう見ちゃう、やっぱ見ちゃうよ見ちゃいますよ。ファイナルバトルワイプ出てんのに誰も喋らないっていう、見ちゃうよいやもう聞きたいし見たいしだったんですけど、うんね、やっぱりエースキラーは、まあ、北斗にとっての一番の敵だったんですけど、そうね、自分でねやっぱりこう切り札を出して倒せたかなと思いきや それでもまだ屈しないエース、うん、キラー、うん、そこでやっぱ兄さんの覚醒ですよね兄さん、どうにもなんないと思ったもんね、もうね、うん、だってもうエースでダメだった時はもうそうですよ、うん、だってもうその前にねウルトラマンとセブンで戦ってやっぱり危機的状況になってた中だったんで、でもそこでやっぱり進次郎が覚醒してエースキラーをぶっ放すっていうところが、いやここまでさもうまあなんていう、まあ、盾と言っちゃいけないけどすげえかっこいいいろんなアクションを見せてくれたわけじゃない彼らなりの、はい、でそこまで来て覚醒のその先どうするんだと思ったらまさかのこうだからいやもう最強の印ですよ、強すぎた、強すぎた、最強、もう逆に手数減らすんだみたいなもう無駄な動きなくて、捌けてしまうというね、いやでもエースキラーの散り際も最高ですよねやっぱり、うん、最後までね、最後まで貫き通してましたよね、弱音を吐かないというかそのままそう、そうね、ね、もう悪役らしくそう信じ切ったまま散っていくっていうのもすごいし、やっぱり進次郎に名乗らせるの下りもいいですよね、あれなんかさやっぱさ大事なんだよね、大事あれはお決まりで大事大事、大事よ名乗りはね、大事なんですよやっぱり、うん、名乗らせるのはヒーローに名乗ら、うんね、名乗りは大事、うん、いやもうこれがね4年前になりますか、これがは、配信に、そうか、でもまだ鮮烈に記憶に残ってますね、色褪せないですね、やっぱりね、毎週腹立つな平田さんと思いながら書き立ててくださる先輩たちの気量が本当に素晴らしかったですね、まあ、本当にね、うん、ファーストシーズンでいけば最後のあのシーンは本当にこうエースがいてセブンがいてこうみんながこうレナも含めてねみんながこう盛り上げていった中で進次郎がねこう本当の力を手に入れるみたいなね、うん、形ですごくね盛り上がるシーンなのでぜひ皆さん気になった方はまたね見ていただきたいなと思うんですけれども、うん、さあ続いてどんどんいきましょう、続いてはシーズン2の、ウルトラファイナルバトル、こちらの方行ってみたいと思います、それではご覧ください、どうぞ。行くぞ進次郎、はい、
崇高なる計画は完遂するのだ。私の勝ちだ。いやはい、ご覧いただきましたのはシーズン2よりペダント星人とのファイナルバトルでした。悪いなやっぱり参ったとは悪いね最後まで貫くんだなずっと勝ってるから、うん、そう、そうそうそう、負けてないんだよな気持ちが気持ちは負けてないね、はい、さあ、ここではですね江口さんと前野さんにいろいろお話聞いていきたいと思うんですけれども、はい、さあ、江口さんいやもうだってもう親子の共闘ですよ、ここに来て父と息子の、ま、会話その2人の会話聞いててもすごいなんかあの来るものはありましたけどそこでさらに戦うってね息ぴったりだしこれがかっこいいのよグッとくるのよ、うん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 、もうこれシーズン2になると結構こう諸星もね、はい、これあの少し1よりはこう進次郎との関係性も結構変わってきて、ね、やっぱ認めてっていうところで、うんうんうん、あのやっぱりファーストシーズンの頃は、まあ、ある意味巻き込んでしまっていいのかっていう葛藤とかもあったりとかしたと思うんですよね、うんうんうん、だから彼は彼なりに一番厳しい方法で突き放そうとするけどそれでもあの芯を持った正義を見せてもらってやっぱり一緒に戦うとその中でもやっぱり最後まで厳しさは残ってますけれどもやっぱそういった関係性の見えない変化みたいなものはすごいなんかセカンドシーズンでもいい感じにうん、感じることができましたねだって名前で呼ぶじゃないですか、うんはい、小僧だったのに大事なところはねな、はい、そうなんですよでもシーズン3のあのだからこうあの諸星が信じてるところとか僕好きなんですよね、うんはい、そうそうそう、はい、あそこのシーンかっこいいなと思って、うんうん、いいですよ ね、うんはい、さあ前野さん、はい、前野さんはこのシーズン2からいやまあ今のシーンもそうでしたけれど、うん、やっぱあのもうウルトラマンだったお父様の早田さんがねゾフィーのスーツに身をまとってやっぱ戦場に赴くっていうのがこれまたねエモい描写だなってやっぱり何度も思いましたしそこからのね親子でスペシウムを放ってからのベムラーのスペシウムも来てみたいなこれはもう無敵だろうと思いましたけどねそうですねベムラーはいつも美味しいとこ持ってるんですよね、いいとこ持ってきがちだよね本当なんですよファーストシーズンからずっともうファイナルまで、ね、いいとこ持ってきがち持ってきがちファイナルまで持ってっちゃうもんそう本当にあとね諸星もねいいとこ持ってきがちなのよそういいとこ持ってきがちいやいやこシーーズン2は太郎でもね最終的にやっぱり太郎の物語でもあるんですけどね太郎もすごい頑張ったんですけど、うんうんまあ、あのファイナルシーズンとかでもやっぱりそのいいところで諸星さんが助けに来てくれたりとかちょいちょいあるんですようん、うん、ちょいちょいあっていいところをいつも持ってって美味しいなって僕もね思ってたんですけれどもまあでもあのシーズン2の話もそうでしたけれどもやっぱりもうこんな敵には絶対勝てないよっていう敵ばっかりじゃないですか、うんうん、エースキラーもそうですけど、はいうんうん、ねあのシーズン2のファイナルの城塞もね、はい、どうやってこんなの壊すのよみたいな、あんなでかいねキング城をどうすんだと、うん、でファイナルシーズンではきっともっとすごいやつが出てくるのかもしれませんけれど、はいねまあ、そこをねもうみんなの力を結集してなんとか打開策を見つけていくっていうのがねすごくやっぱ熱いですね、うん、そうねこれが今ラストの戦いだったけどこの前のね、うん、キングジョーとのこの全員でのバトルみたいなのがやっぱ熱いよね、そこから、ねうん、全員がこうラインナップして歩いていくところとかね向かっていくねオープニングのねそうそうシーズン2のオープニングね、うんうん、かっこいいはい前田さんエクさんありがとうございました、はい、ありがとうございますさあでは続いて言っていきたいと思いますファイナルシーズンの見せていいんか大丈夫ですかファイナル最大のネタバレやぞこれを見てあのちゃんと、まあ、上司は自分で見ようとこれもやっぱ前振りも 見たいくなるからこれ見るとまあまあそこまでの過程をねそうそうそうどうなってこうなったのかっていうのを見たくなる、そうだけどウルトラファイナルバトルファイナルシーズン、ご覧いただきましょうこちらですどうぞあこれはダメだろやっちゃったなこれ完全にやったなこれやったなこれいけるいけるいや私にもやれねきた頑張れあこれ守ってくれすんねこれダメだこれはあこれダメだこれはモザイクモザイクゼットダメでしょモザイクかけて大きいんだよこれが色つぶしていや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 色つぶしてワイドショットに出てるからこれ確かに来た来た太郎さんこんな
技も。いや、このカバーすごいよね。ナイスカバー。バリア、バリア、バリア。これでお、届くのこれ。届いちゃうんですよ、これが。届くかい。強すぎる。え、あ、さっきの、さっきのやつ。あ、ほら、もうバレてるから。二度目だ。でも本当は切れないんじゃ。あ、切れた。めっちゃ好きだな。切れた。お、え、あ、やば、強い。顔面パンチ。パンチ。このね、ゆっくりと落ちてくる腕ですよ。え、ここも。嘘嘘、ここダメだって。これダメだ、これダメだよ、これ一番ダメなんだから。これダメだよ、これは。いやいや、大丈夫、ほら、ここもう涙なしでは見られないシーンなんだから。嘘、これダメだよ。これこの前から見てほしいんだよな。わかる。わかる。だから見たくなるんだって。わかる、わかる。これ見たら、まさか、まさか親父。いやいやいや、ええ、ダメ、顔はダメ、顔はダメ。何言ってた。何の話。いや、もう出るしかないな、もう。これ誰だお前。知ってるの。あ、いやー、すごい、ピカピカ。誰だこいつ。もうこれはもう掛け声、シュって言ったぞ。頑張って。え、ダメでしょこれ、もうダメです、ダメだよねこれ。光の巨人だとか異星人だとか、そんなのは関係ない。俺はウルトラマンだ。きたー。もうこれは勝ち確、確定確定勝ち確、確定演出の音楽が素晴らしい。素晴らしい。あー、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 これ全部見せろ。これ以上はダメだって。そこまで見せたら見たい。そこまで行ったらね。あとちょっと、あとちょっとだったら。もういいところまで。ここまで見せたのに。これは皆さん、あとね、おのおので見ていただいて。ネタバレしてほしくなかったのに、見せてほしくなっちゃった。不思議だよね。さっきダメだったじゃん。そう、ダメだと思ってたんだけど。あそこまで行ったら全部欲しくなっちゃう。全部欲しくなっちゃう。欲しがり屋さんだから。今のはファイナルシーズンの第1話ですからね。すげえクライマックスだな。めっちゃクライマックスだ。さあ、というわけでございまして、こちらではね、諸星さんと木村さんにお伺いしたいんですけど、諸星さん。いや、もうかっこよすぎて震えますね。やっぱみんなこう揃って戦ってるとことか見ると、うん、本当にもう胸が熱くなりますし、うんうん、そこで一生懸命こうお力添えをしているマリーもやっぱ感動しました。マリーも大活躍でね、頑張ってましたね。ここで映ってなかったですけど、こう太郎ともね、なんか共通技出したりとかして、協力技もね、はい、頑張らさせていただきました。バリアのおかげだよ。あ、よかったです。バリアのおかげだね。ちゃんと戦いの中でこう精度が上がってるのがすごい俺好きで、よく見てると上手になってってんね、バリアがね。そうなんです。最初なんかたまたま出ちゃったみたいな感じだったのが、今となってはちゃんと使いこなしてて、本当に成長を感じられて嬉しいです。いや、本当にこう今までずっとそのまあファーストシーズンから始まって、こうファイナルで今までね見てる側だけだったのが、はい、みんなと一緒にね。いや、嬉しかったですね。ずっとアフレコとかでも皆さんがはーとかやーとかやってるのを後ろで見てて、うん、かっこいいなと思ってたので参加できたのが本当に嬉しかったです。ね、本当、まあ、アクションシーンもありましたからね。はい、はい、そちらも見てほしいですね。はい、さあ、そして木村さん。そうですね、ここに関してはもうね、ちょっとまあ他でもちらっとお話してるんですけど、その最終2話のあのダビングに参加させてもらって、僕ら3人で、あのお邪魔して、それをもう仕上がるところを一緒にスタッフの皆さんと見届けられたっていうのがあまりにも鮮烈すぎて、そのシーンの完成を見たのももちろんそこはね初めてだったし、それを完成したその場に立ち会ったあの興奮というか、なんだったんだろうね、あの体験はっていう。なんかすごく神聖なものでしたよね、なんかね、ウルトラマンの、特にやっぱ我々こうその声優という仕事だと、アフレコしてる時って完成体じゃないんですよね、そう、結局どうなるかわからない中でやって、
ダビングというかね、あの作業で初めてこう全てが合致して音と音楽と、はい、そう、うん、なかなか見る機会もないですからね。そう、このシーンに関しては一生僕ら多分3人にとってはその思い出が常についてくるというか、一生ものかもしれないですね。でもやっぱり等身大のまま勝つのがやっぱいいですね。最後ね、巨人にならず等身大のままあの巨大な Z に立ち向かっていくっていうのはやっぱり意味があるなって思います。やっぱあの時にもう本当に僕らみんな、多分スタッフチームもみんなこれを届けたいっていう気持ちに多分一丸となった瞬間だったと思うんで、うん、今おそらくね多くの方がもうご覧いただいてると思うんですけど、受け取ってくださった皆さん本当に改めてありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、本当にね、アクションシーンは途中ではございますが、続きとね、前の部分はぜひ皆さんご自身の目で、確認していただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひこのファイナルバトルの行方は画面の前の皆さんもぜひその目でお確かめください。アニメウルトラマンファイナルシーズンはネットフリックスで全世界配信中です。シーズン1シーズン2もぜひ繰り返しお楽しみください。さあそれでは、大変長らくお待たせいたしました、まもなくミュージックライブの時間でございます。はい、皆様も楽しみですね。はい、さあそれでは、準備が整うまでの間は初解禁の最新 PV をご覧いただきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。エドさん、あなただったんですね。ずっと誰かに導かれているような不思議な感覚があったんです。では行こうか。ての始まりはこの私だ。地球人が好きになってしまったのだよ。おやおや、新たな世代に全てを託すしかない。ハヤタの息子だ。言い出したら俺ねえとこも親父そっくりだな。ウルトラマン信仰の終焉だ。君たちにはついえてもらおう。クソ異星人どもに地球人が消されることは何としても阻止する。先輩だから注目されるのは面白くないんでね。付き合ってやろうじゃないの。地球を好き勝手にさせるわけにはいかないんだ。何もできぬまま終わるわけにはいかん。大丈夫、皆さんは私が守ります。おお、まさか一体どういうことだ。星の意志はこの星の正義だ。俺はそれを信じる。ウルトラマンは我々を守ろうとしてる。それを応援しなくてどうするんですか。いけ、ウルトラマン。地球の皆さん、本日のパーティーはまだまだこれからですよ。盛り上がる準備はよろしいですか？よろしいですか？いいでしょう。さあ、最高のショーを始めましょう。Just in the frame, try to capture justice. Worlds are full of complications. Surrounding, trouble to expose when all the things are faced. Present, future, connection to the past. Until the mess is over on my face.
Bright light eternal, the meaning of my life to find. Transcending time, riddle multidimensional. Give me the vision to rise to arrive. Transcending time. The lies and cues. So we shall find clear light, pictures that are based on my answers. Eyes that I am, you say you move it and go. Opinionated every minute, can't get cheated by home stars, home base, world support from the start, inevitable collision that you hold back. Realization needed that I need is I want to believe in the waves of the new light of the dark, gracefully shines in across this window sea. Everyone's been alone in a dark, repeating around my. What's feeling right? Dark down the light, you'll see. Breathe, give a brief, for inner peace can receive. Every scene is teaching like affection. So something, something in this day. Light and dark are all override, overbite. There's a time beyond the water to see. Our world is species, they're right in front of us. Every issue, now I see this brand is up. With every step I walk this land, it's warmth ignites. Now we're the living, right in our shoulders. I've seen its reasons. This time it's you and me within this light. All intentions of every light, every issue, kick it round and through the skies. Now we can chase. Running through the sky.
what's really wild. ボイドコーズの皆さん、素敵なパフォーマンスをありがとうございました。いかがでしたか皆さん。結構。さて、そろそろフィナーレが近づいてきたようです。終わりとは何事も美しくなければいけません。ですが、ウルトラマンたちの終わりの始まりを彩った彼らならば、この上なくふさわしい光を見せてくれることでしょう。準備ができたようですね。ノイリオン、ミヤビ、レイズ。Oh,
remains. Frenetic destiny arranged into one plot. Confession they finished the prize. We are not winning. やば、かっちょえ、すごすぎた、すごすぎてしまった、ルアンコール、マジか、アンコール、いやいや、いいもん、いいもん見たわ、いや、わかりますよ、すごかった、かっこいい、ちょっと、ちょっと言葉にならない、何かのもう見入っちゃうよ、マジで、あ、感動でした、めっちゃかっこよかった、いやー、そう、みんなちょっとだって、なんだろう、あの、その達成感のある顔はなんだ。いやもうもうね、浴びましたね、浴びたね、浴びた、素晴らしいものを浴びましたけれどもさあ、それでは、早速ですね、素晴らしいステージを、見せていただきましたアーティストの皆さんにももう一度登場していただきましょう。お願いします。うわー、うわー、かっこいい、かっこいい、素敵、ありがとうございます。どうです、お願いします。はい、最高でした。おお、ウルトラマンたちも素晴らしいダンスを見てくださいました。かっこよかった。皆様本当に素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました。改めてご紹介したいと思います。まずはノイリオン、 Thank you、 ありがとうございます。そしてボイドコーズの高橋亮さん、亮平さん、ありがとうございました、ありがとうございました。そして宮見さんです。ありがとうございます、ありがとうございました。いやー、本当に素晴らしい、ステージを見せていただいたんですけれども、さあ、勢ぞろいした、皆様からですね、そろそろまあ番組の方も終わりということになりますので、メッセージを、まあまあ待て、まあ待て、まあ待て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 、はいはい、いやもう本当に今こう盛り上がってね、熱い熱い熱いところで、うん、もう一個やっぱりね、心で動かしたいところがあるんですよ。今まあこういうちょっと列になってるんですけれども、ちょっと前後入れ替えたいっていうか、まあ江口と前野くん前に出てほしいから、ちょっと一回いいですか。いいですか、はいはいはい、リハにないぞ、出てもらって出てもらってしたら、じゃあもうこっからはリオとリオエさんにお渡ししてもよろしいですか。よろしいですか。え、はい、いきます、はい、3、2、1、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 前野さん and 江口さん。 Happy birthday to you.ございまして、江口さんは明日5月22日、そして前野さんは5月26日が誕生日でございます。2人ともおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、いい、いい絵だ。それぞれの、それぞれのスーツから花束をいただいて、はい、こんな贅沢なハッピーバースデーありますか。ないですね。これ完全にやられました、ね、やられました、完全にやられました。お二人の台本にだけ書いておりませんでした。いや、僕はあの僕はあの江口くんの誕生日はお祝いしますって言われましたけど、わかりました、そうなってたんですね。そうなってた、そりゃそうですよねと思いましたけど、まさか僕も祝っていただけるとは思ってなかったんで。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。あのお二人にはね、後ほどコメントもいただくんですけれども、ぜひじゃあ誕生日の、まあ、迎えてのじゃあ一言なんかいただきたいなと思いますので、はい、じゃあ江口さん。はい、あのウルトラな誕生日になりました。本当に明日36歳になるわけですけれども、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、では前野さん。はい、僕は今週の金曜日で41歳になるんですけれども、41年生きてきて、まさかこんなウルトラファミリーにお祝いしていただけるとは思ってなかったので、すごく思い出に残る誕生日になりました。ありがとうございます。はい、改めましてお二人とも本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてプロのお二人に本当にありがとうございます。いや、もう本当もう最高のバースデーソングでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なぜ二人出てこなかったのかというね、セブンと太郎いないなって思ってましたよね。
さっき裏でセブンさんが花束持ってたから、あ、これは江口くんのだなと思って全然知らなかった。見事に前野くん騙されましたね。やられましたね。はい、さあそれでは、そろそろですね、楽しい時間は早い過ぎるのが早いもので、そろそろフィナーレのお時間となってまいりました。こちらに勢ぞろいしましたチームウルトラマンの皆さんから世界中のファンに向けてお一人ずつメッセージをいただきたいと思います。まずはノイリオンを代表しましてリオさんお願いいたします。はい、すごく楽しいあのライブを演奏させていただきました。あの本当にこれを見ていただいた皆さん楽しんでもらえたかな、だといいな。 Thank you guys so much for watching this. We love you so much. Hope to see you soon. ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてボイドコーズの高橋亮さんお願いいたします。はい、ずっとシーズン1から、エンディング楽曲を担当させていただいて、今回この集大成となる、アビエーションを皆様と一緒に楽しむことができて、そして何よりウルトラマンのみんなと実際に生でダンスできてすごくもう感無量でした。ファイナルシーズンも、楽曲で、ちょっと盛り上げられたらなと思いますので今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして Ryohei さんお願いいたします。はい、絶対にエンディングまで見てください。あの歌ってるんで本当に最後の最後まで、ね、飛ばさずにもうみんなでねこれからもウルトラマンをよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは MIYAVI さんお願いいたします。はい、オープニングも飛ばさずにお願いします。あのまあ本当にねもう長い間、チームウルトラマンの皆さんこうやって関わってきて、僕が本当にこの最後に出てきていいのかなと思いながらここいるんですけど、あの、まあ、改めてこのウルトラマンというあの日本が世界に誇るこのヒーローが、あのもう僕が生まれる前からもいたこのヒーローがこの同じ時代にまた一緒に生きてる、活躍している、そして世界にもっともっとたくさんの人にあの届けようとしている、すごく、光栄に思ってます。そしてノイリオンのみんなとレイズという楽曲をやらせてもらって本当に嬉しく思ってます。もっともっとねあのたくさんの人に届けていきたいなと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして諸星さんお願いいたします。はい、皆様今日はご覧いただきありがとうございました。いや本当にあのこのような形で皆さんとファイナルシーズンを迎えることができてとっても嬉しく思いますし、皆さんと一緒にウルトラマンのお話をたくさんできたり、あのライブもアクションも本当に素晴らしくて、あの夢のような時間を過ごさせていただいたなと思います。改めて貴重な経験をさせていただいたなと感じています。これからも引き続きウルトラマンを楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは前野さんお願いいたします。はい、改めまして東光太郎の声を担当しております前野智明です。ご視聴いただきましてありがとうございました。ファイナルシーズンも配信がスタートしたということで、シーズン1、シーズン2、ファイナルシーズン、そして原作といろんな形で、ぜひウルトラマンを楽しんでいただければと思います。本当に世界に誇るこの歴史が深いウルトラマンという大きなコンテンツをこれからも皆さんと一緒にいろんな形で応援していければと思っておりますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてハンさんお願いいたします。はい、本日は皆さんの貴重なお時間を分けていただいてありがとうございます。先日ですねアニメーション制作現場のスタッフの皆さんと一緒に打ち上げがあったんですけれども、コロナ禍を経て久しぶりにあの制作陣の作り手の皆さんがねぎらい合ってる姿を見て、あ、この人たちと一緒にウルトラマンの一人として戦えたんだなっていうことを本当に光栄に思っております。そして本日もこのひとときを届けるために本当にたくさんの人が関わってくださってます。心から感謝しております。引き続きこの最高のウルトラクルーがお届けするファイナルシーズンまで何度も見ていただきたいですし、また夏にも会える機会があるというので引き続きウルトラマン全部の応援をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて江口さんお願いいたします。はい、本日はですね、ご覧いただきましてありがとうございました。本当にファイナルシーズンまで来たんだなという思いをあのこの生放送中に、ひしひしと感じましたね。あの始まった頃はあの原作
の方を楽しく見させていただいてましたけれども、アニメのオリジナル展開がこの先どうなるんだろうっていうふうに自分も一視聴者、作り手の一人としてワクワクしていたので、こうしてファイナルシーズンを皆さんと、迎えることができて本当に嬉しく思います。諸星ダン7を演じられて本当に、光栄に思っておりますし、ファイナルシーズン始まったばかりなので、ぜひ皆様の、これをご覧の、皆様のお力で、たくさんの方に、おすすめしていただきたいなと思います。夏のイベントも楽しみにしております。引き続きウルトラマンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして木村さんお願いいたします。はい、改めて配信ご覧くださってありがとうございます。今日のこの配信を通して改めて本当になんていうのかな、どこを撮っても楽しんでもらえるコンテンツになってるなってすごく思って、原作面白いんですよ。まだ読んでない方ぜひ読んでほしいんですけど、原作面白いしアクションめちゃくちゃいいし、あのフル CG のあのキャラクターが、モーションの演技を本当に踏襲しているあれ見てても面白いし、もちろんキャラクターたちのドラマっていうのも楽しいし、で音楽でしょ、でステージに上がってアクションしてもらって、このスーツもとかさ全部見てもらって面白いなって思えるコンテンツに育ってるのが、まず本当に、幸せな作品に育ったなと感じております。そしてその幸せな作品に育つために、いやーこのね、やっぱねスタッフ熱いんすよ。もう劇場をやるじゃないですか、7月、さっきねめぐも言ってましたけど、劇場にかけるっていうのも実はほぼ雑談だったんだよね最初。そうでしたね、ダビングの時にね、劇場で見たいなって。そう、この音はなかなかテレビじゃ実現できないから劇場かけたいね、そうですねって言ったところからわずか数ヶ月での実現だったりとか、ね、もう言い出したら切りないよ、このスーツのみんなが踊るとか、ね、この方々をお招きして、ね、ここでパフォーマンスしてもらうとか、全部をなんかやっぱ情熱って、情熱だけで何か作れるって難しいかもしれないけど、やっぱりいいものづくりの最大の原動力なんだなと感じました。その、みんなの情熱いっぱいの作品を受け取ってくださった皆さん、本当に改めてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、アニメウルトラマンシーズン1、シーズン2、ファイナルシーズンはネットフリックスで好評配信中です。まだまだ盛り上がるウルトラマンの最新情報は公式ウェブサイト、公式ツイッターをぜひチェックしてください。はい、それでは番組の最後にあの言葉で締めたいと思いますので、木村さんやっちゃいますか。お願いしてもよろしいでしょうか。じゃあ皆さん、俺たちがと僕が言うので、ぜひ大きな声でウルトラマンだと。あなたもですよ、なかなかないからね、ウルトラマンだって名乗れるときなかなかないんで、恥ずかしがらずにね、ぜひ大きな声で言っていただきたい。ご準備よろしいか。3、2、1いくぞ。俺たちがウルトラマンだ。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、アニメウルトラマンファイナルシーズンセレブレーションライブを終了いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。終わりませんよ、この星にウルトラマンがいる限り。ね。